セルティックのブレンダン・ロジャーズ監督は、プレシーズン中に負傷した前田大然の様子について語った。ディフェンディングチャンピオンとして2024-25シーズンのスコティッシュプレミアシップ開幕を迎えるセルティック。4日の開幕節ではキルマーノックとのホームゲームを迎える。そんなセルティックだが、昨シーズンにリーグ優勝に大きく貢献した前田を初戦で起用できない模様 同選手は4対1で勝利したプレシーズンマッチのチェルシー戦で前半のうちに途中交代していた。当初、ロジャーズ監督は膝をぶつけただけ、この時期にリスクを犯す必要はないと明かしてた。そして3日、ロジャーズ監督はセルティックテレビで前田の状態について言及。我々は大前を評価する必要がある。彼はおそらく今週末にプレーできないだろう。 彼が途中交代したチェルシー戦で負ったひどい膝の打撲だった。我々は最後まで時間を与えることになり、彼がどのような状態かを見ることになるとコメントした。一方で、4対3で勝利したプレシーズンマッチのマンチェスターシティ戦で途中交代したニコラス・キューンはすでにトレーニングに復帰しており、ロジャーズ監督は彼は週末に問題ないだろうとプレーする可能性が高いことを明かしていた。